俳優のチャン・グンソクが平凡な日常を公開した。チャン・グンソクは16日午後、自身の SNS にこれといったコメントを添えず写真1枚を掲載した。公開された写真には食器のショッピングに出かけたチャン・グンソクの姿が盛り込まれている。チャン・グンソクは鍋の蓋を開けてみながらショッピングに集中している姿。日常で平凡にショッピングを楽しむチャン・グンソクの姿が印象的だ。日常での控えめな様子でファンたちとのコミュニケーションに乗り出し、熱いリアクションを得ている。チャン・グンソクは昨年軍除隊後、海外でのファンミーティングを通じてファンたちと会った。日プロジェクトに参加した JYP 練習生のユナ、韓国のレディースストリートブランドハイドと期間限定のコラボプロジェクト実施。オリジナルアイテムを企画。過去の校内暴力が問題となっている韓国バレーボールの双子姉妹、代表資格剥奪に加え指導者資格も剥奪。さらにバレーボール界では MeToo 暴露が相次いでいる状況。女優ソイェジェ、眉毛の整えメイクアップのビフォー、アフターが韓国で話題。キムスヒョンとの共演ドラマ最高だけど大丈夫で大賞賛。